今日は歩く瞑想を紹介します。座って瞑想するのは嫌、筋肉がないので座ると疲れる、眠くなる、イライラしたり落ち込むというあなたにぴったり、お散歩瞑想です。外へ出て私と一緒に歩きましょう。信号とか車道がない裏道、公園などが理想です。今回の動画は自宅の近所の住宅街を散歩した動画です。ぜひご一緒に散歩しましょう。まず呼吸。自分の呼吸を感じましょう。深呼吸などせず、ただ自分の自然な呼吸を感じましょう。歩き始めます。足の指、寒くないですか？靴は心地よく履けていますか？まずはじめはいつもよりも少しゆっくり歩いています。右足、左足、右足、左足、交互に動いて自分の意識を足裏に集中します。足の裏から地面の感覚に気づいてください。でこぼこ道ですか？スムーズな道ですか？歩く自分の足、足首、ふくらはぎ、膝、太ももなどの小さな動きに気づいてください。どの筋肉を使っていますか？どこが伸びて、どこに力が入っていますか？右足裏が地面から離れ、地面に着地。左足裏が地面から離れ、地面に着地。右足裏が離れ、地面に着地。左足裏が離れ、地面に着地。ただ歩くことに全神経を集中してください。別のことに意識がいったときは、足に感覚を戻していきましょう。そして、少し慣れてきたら、普通のスピードで歩いてみましょう。右、左、右、左、右、左、右、左。さて、何が見えますか？ただ眺めるだけ。何も考えずにただ見るだけ。分析せずただ見るだけ。何が見えますか？思考なしで空を見たり落ち葉を見たり、ただぼんやり見るだけ。さて何が聞こえますか？ただぼんやり聞くだけ。深く追求せずぼんやり聞くだけ。落ち葉のカサカサ音、車の走る音、鳥のさえずり、近所の子供の笑い声、ただただぼんやり聞くだけ。散歩しながら足に全神経を集中し、自然に呼吸をしながら思考を空っぽにする時間に意味があるんです。右、左、右、左、右、左、右、左。お散歩瞑想を毎日の生活に取り入れることにより、自分の変化に気がつくはずです。まずは、毎日5分から瞑想を取り入れてみてはいかがでしょうか。ナマステー。